三度立てが語る楽天今井監督退任の真相と球団への怒り。お笑いコンビサンドウィッチマンの伊達みきおさんがラジオで楽天の監督問題について語りました。伊達さんは1年で退任する今井監督に対し2年契約なのに1年で辞めさせられるのは悲しいと述べ、球団の対応に苦言を呈しました。またファンの気持ちを考慮しない球団運営を批判し、今井監督の実績を称賛しました。みんなの反応。楽天は今井監督が契約期間を残して退任することになったけど、過去にも田尾監督や野村監督が早めに退任したことがあったね。これで長期契約を引き受ける人が減るかもって心配があるし、伊達さんの球団が下手くそだなっていう意見も理解できるよ。解任はおかしいよね。実績上がってるし、単年契約でもないのに話題性重視で安い初監督選んでる気がする。伊達さんがよく言ってくれたと思う。1年で解任はありえないし、今江監督の楽天イーグルスを楽しみにしてたファンも多い。人事は誰が決めてるの？三木谷オーナーの独断？これが続くなら楽天は球団を持つべきじゃないって言われちゃうよね。今江さんは指導者として経験不足でコミュニケーションが大変だったみたい。昨年は2軍監督に今江さん、1軍に三木さんって選択肢もあったのかな。伊達みきおさんの意見に賛成。楽天の運営が下手だと感じるファンは多いと思う。静岡でのオープン戦もこのままだと観客が減るかも。今井監督の楽天をもっと見たかったな。立浪さんや今井さんみたいな渋い役割の人は監督としても地味で集客につながらないから球団経営は嫌がるんだよね。伊達さんは楽天絡みの仕事があってもオーナー批判をするのはすごい。三木谷さんも三度を敵に回すのは東北のチームとして良くない。今井監督は多くの人にもう1年やるべきと言われて心が救われてると思う。最近楽天の試合を見に行く気がしないんだよね。毎年焦ってる感じがして、今井監督も1年で解任された理由がよくわからないし、指導者がコロコロ変わると選手も大変だしモチベーションも下がるよね。 A クラス入りは難しそうだな。今井監督は今年が1年目で、過去2年の監督とは別の人が4位だったんだね。伊達さんも言ってるけど、今井監督の2年目、3年目を見たかったな。来シーズン以降はクライマックスシリーズに進出できたと思うし、今江監督が楽天イーグルスに来てくれて感謝してる。またいつか戻ってきてほしいな。この球団は野球をビジネスとして見てないんだよね。優勝したらセールで売り上げが上がるけど、それ以外はダメ。だから成績は関係ないってこと。オーナーは野球ではちょっと残念だけど、他のビジネスでは考え方が違うんだよね。監督やりたい人は楽天で試してみたら。伊達さん、よく言ってくれたね。私は今江監督がいたチームのファンで、宮城のラジオもよく聞いてるんだけど、楽天ファンも多いんだよね。試合で一喜一憂してたけど、シーズン終盤の燃え尽きた感じが悲しかったな。今江監督に何が問題だったのかわからないけど、オーナーの意向が強いのかな。すぐに結果が出るわけじゃないし、このままだと東北からもファンが離れちゃうかも。東北の選手が少ないのも気になるし、地域密着が足りない気がするんだよね。伊達さんの意見に賛成。結果出してるのに解任は変。 GM が来てからおかしいし、解任するなら他の人じゃない？伊達ちゃんは仕事でもプライベートでもイーグルスを愛していて、地元の番組でも T シャツを着ている。今回球団との関係が悪くなるかもしれないけど、言わなきゃいけないと思ったんだろう。仙台や宮城、東北を本当に愛しているからこそ、東北の人たちがバカにされているように感じて悔しいんだって。解任理由が不明でファンに伝わってない。球団はファンに説明し、フロントと現場の役割やチームの方向性を明確にし、納得させる努力が必要だと思う。伊達さんが東北を大切にしてるのに球団がそれを無視してる感じ。石井和久氏との関係を断たないとファンが離れるかもね。球団売却の噂が再燃してるけど、頻繁に監督を変えるオーナーじゃチームは強くならない。辛抱強いオーナーの下で球団が移った方が良いと思う。売却希望。ファンクラブは今年見送り、若手が出てきて監督続投なら入会しようと思ったけどやめた。来年も監督解任のニュースが出そうで、毎年変わるチームは優勝無理だね。球団が監督を簡単に変えるのは強くなるビジョンがあるのか疑問だよね。倒しや平石氏、今井氏が切られた時も同じことを感じた。結局三木谷氏と石井和久氏の意向が強いんだろうけど、チームが強くなる道は見えないよね。石井氏の進む道に希望はあったのかな。結局石井氏の影響を受けた三木氏が再任されて、今井氏は批判を避けるためのスケープゴートにされたように思う。
誰かが私物化しているように見える球団は下手だよね。東北の人は我慢強いけど、せっかちなオーナーが現場に口出ししすぎてて気の毒。平関や今こうは良い監督になれたと思うけど、オーナーの財力で仙台にチームがあるから仕方ないね。伊達さんの言う通り、成績は悪くなかったし、フロントが協力しないとファンも離れちゃうよね。選手やコーチから監督へのクレームが多いって話、本当なのかな。最近のニュースは情報操作が多くて嫌になるよね。でも伊達さんは本当に頼りになる人だよ。ファンの声が球団に届かなくても伊達さんの声は届く気がする。ありがとう。球団創設時のドキュメントで、社員が席を広くしたいと提案したら、三木谷が席は小さくして詰め込めと言ってて、ファンを大事にしてないと感じた。2年契約の1年目で交流戦優勝し、3位争いも健闘。ファンは満足？それとももっと目立つべき？若手育成やドーム化も考慮すべきかも。三木谷が試合やスタメンに口出しするから、監督はそれに従うしかない。楽天の経営も不安定で、球団経営がうまくいくとは限らない。貯金は作れなかったけど、交流戦優勝して4位は前線だよね。これで解任してたら誰も引き受けないよ。昭和の名将たちがよく引き受けたな。監督の采配やコミュニケーションに問題があるなら、なぜ直接伝えずに1年過ごしたのか疑問。球団社長や CSD がアドバイスする機会もなかったように思える。新米監督に対して不満だけで解任は厳しすぎるし、フェアじゃない。球団創設に10年で10人の監督が去るのは異常だよね。三木さんが再登板したけど、これじゃ誰も楽天の監督をやりたがらないよ。首を切ってる人こそ楽天球団は切るべきで、もしそれが三木谷さんなら楽天ファンが気の毒だよ。みんなの反応としては、楽天球団の運営に対する不満が多く、特に今井監督の解任に対する批判が目立ちます。多くの人が伊達さんの意見に賛同し、球団の決定に疑問を持っています。少数意見としては、今井監督の指導力やコミュニケーションに課題があった可能性を指摘する声もあります。当チャンネルの意見としては、伊達みきおさんの指摘に賛同します。楽天球団の運営方針には改善の余地があると感じます。ファンの期待を裏切らないよう、長期的な視点での監督起用を考慮すべきです。